未来が照らしてくれる道も。皆様こんばんは。毎週木曜日ガールズサスで第4木曜日担当エンタハルカと伊豆木あやみの幸福集会、あなたも幸せになりませんかのお時間です。合唱イエーイ。はい、今月も60分間の生放送でお送りします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。なんかね、うん、スタジオがさ、また前回と変わってるんですよ。なんかね、今日ソーシャルティスチャンないよ。この間前回そうだよね。こういう感じだったもんね。なんかこういう感じだった。前回こういう感じだった。ちょっと評判良くなかったんじゃない？そういうこと？いや、そういうことではない。今日はちゃんと前向きにしてる。ね、なんかさ、スタジオもさ、なんか変わってるよね。うん、すごいなんかシックな感じになりましたね。変わった。なんか後ろずっとソフマップみたいな。そうそう、あれね、あとね、でもさ、出てもなかったよねこれね、ソフマップね。ソフマップのね、やっぱアイドルとか好きな方は分かると思うんですけど、分かる、あの青い青白の分かるでしょ、グラビアとかでさ、ね、分かる分かる、よくあるやつ、 DVD のイベントでね、あれのさ CM 版みたいな感じだったじゃん。あったあった、なんかよくこういう感じでグラとか、そうそうそう、撮ってるやつ。ちょっとね、あの最近はこの電車見ながら。そうね、これ何線、常磐線、これ常磐線じゃない、 JR でしょきっと。中目黒行きって書いてあるよ、そこ。絶対違うじゃん。中目黒行き。あれ日比谷線じゃないの？あ、じゃあ日比谷線って地下じゃないっけ？上、あれ日比谷線？地上？やっぱそうだよ、ほら。あれ日比谷線です。じゃあ今日、今月の日比谷線を見ながらお届けしますので。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。カメラもさ、なんか。え、めっちゃ、なんかさ、すごい画面が綺麗な気がするんだよね。なんかさ、いっぱい増えた？え、これ今映った。カメラ目線、映ってるカメラ目線で、あ、ティスカレスもらった、レスもらった今。あ、もらって、指差しもらってる。こっちも、あ、こっちもレスもらってる、レスもらってる。あ、なんかさ、場所も変わるからさ、うん、で正面もあるよ、正面カメラでしょ。レス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 じゃないな。まあ、こんな感じで今月も行きたいと思います。はい、お届けしていきましょう。じゃあなんかライブやり始めてさ、レスっていうことを覚えたよね。いや、知らなかった。なんかレス、炭酸、炭酸っていう言葉は知ってたけど、レスなんか前言わなかったっけ、なんか R&B だっけ、なんだっけ、 R&B、 あ、違う違う、 C&、 え、コーラの、そうそうそう、分かんなくて。R&B じゃないから。あ、そのなんか R&B 的な、なんか音楽のジャンルかと思ってて、はいはいはい、あれライブで使う言葉じゃない、しかもだから確かに、ね、っていう話なんかしたよね、ちらっとね、した気がするわ。そうそう、コール&レスポンスが分かんなかったの。R&B をやめて、めっちゃ面白いそれ。音楽の種類かなと思ってました昔。なるほどね。最近まで。え、なんかある、他にライブを始めて覚えた言葉。ライブを始めて、あ、でも TT 兄弟。うるさ。え、知ってる TT。 え、 TT 兄弟の方、それとも TT。 ライブで使う TT 知ってる？ほら、わかる、オタクはわかんのよ。そうか、オタクだから。あの、タイムテーブルは略らしいんだけど。みんな使うよね、 TT って書くよね、ほら。そう、なんか私なんか舞台はタイムスケジュールって結構言ってたから、あ、でも確かも、そうそう、タイムテーブルって言わないから。私、大抵って言ってたら、そうだよね、大助大助って思、あの、略してたから。なんだろう、何が違うんだろう、ね、何舞台ってこうさ、日ごとのさ、こう時間とかで出てるじゃん、それは違うよね。そっか、なん、ライブ用ってやっぱそう、お芝居とまた違うんだろう、ね、違う、多分単独のイベントが多いからじゃない、その1日とか単発の。そう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 、 TT はそう、ライブ始まって、なんか教えてくれたもんね。TT って略すんだよって言って、そうそうそう、 TT で大体通じるよって教えてくれて、関係者とかに。そうそうそう、なんか大助って送ってたから。そう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 、みんなに、そう、関係者とか大体大抵って打つからさ、うんうん、教えてます。最近ちょっと乱用してTT ってあのグループライン結構使ってるから。みんな分かってるから。分かるでしょ。分かるか、分かんないのかな。分かる、最近TT ってちゃんと使うようになったから。なんだろう、ライブ始めて覚えた言葉ってなんだろうね。なんだろう、まあ、ティスラも長いからね。いやでもね、舞台、それこそ舞台の方がめちゃくちゃ多い、私は。舞台何があるかな。え、まず何、なんていうの、なんていうの、舞台の前、最前とかじゃなくて、ここでしょ、舞台のセリセリっていうの、なんていうの、セリじゃないよ、絶対セリじゃないよ。なんていうの、これ、ここでしょ、ステージの端っこのとこでしょ。あと、へそ。え、へそってダンスとかで使わないの、ライブで。あんま言わない。あ、そうなんだ、初めて知った、うん、あんま言わないかもしれない。あれ？センターっていう。ああ、そうか、そうか、そうか、センター取るとか言うけど。あ、じゃあへそは舞台用。あと番号で言う、やっぱり0の
何列ゼロだね、とか1列ゼロ点5ずれとかそういう言い方をするから、確かに舞台はあんまりいちいち番号で言わないもんね。言わないよね。もうちょっと紙で言ってとかで、なんかちょっとエンターテインメントっぽい舞台だとさ、なんかなんだろう、ここの何番に入ってとか言われるけど、やっぱだからダンスに関わってくる舞台じゃない。まあそうだね。あと縦の舞台とかもそうだったかも。なんか何番スタートで何番で終わるようにみたいな、まあそうパフォーマンス系だよね。もうだから本当フリーみたいな感覚。あと多分 2.5 芝居とかそうなんじゃない？かもね。絶対そうだよね。あれはライブってゲネプロっていうの？ゲネ、まあ使うっちゃ使う。じゃあ舞台用語じゃないのか。使うけど。リハーサルっていうか、そうだよね。舞台リハーサルって言わないからさ、言わないよね。そういうのもなんか、まあ、意味はわかるじゃん。リハーサルっていきなり言われても意味はわかるけど、むしろゲネプロ何ってよく聞かれるから、あら、多分舞台用語かもしれない、もしかしたら、ね、一度かリハーサルみたいな感じだよみたいなこと言うんだけど、リハっていうね、基本的に、ね、なんか難しいよね。まあテレビになるとリハ、ランスルー、そうだね、なんちゃら、うんうん、確かに、誰が決めたんだろうね。本当だよな。まとめればいいのにね。本当に本当に。そうだね。舞台の方が多いかも。うん、あ、そうか。めっちゃ多い。いや、みんな覚えてこうね。なんか一袖とか分かんなかった最初。ああ、そうか、ライブ言わないか。袖は。手履きがもう決まってるから。決まってるとかじゃなくてさ、まあ、袖とかさ あるけどさ、うん、あんまり多分、まあ、ライブハウスとかが多いんだろうけど。うん、あんまさないじゃん袖なんかも。まあ、そうね。東京でやるときはあるよいっぱい。いや、それセットの組み方になるし。そうかそうか、確かにね。ずっと言ってんのラインでも。え、東京ドーム安いから借りちゃうとか言って。そうだ。じゃびっくりするね。東京ドームが安くて。安いね。すごいびっくりしたよね。多分大手のライブハウスの方が全然高い。高いと思う。だからエコホリで昨日だか例えばね、東京ドームでやろうよみたいな話をしてて、でもさ東京ドーム借りるとしてもさ、セット組むのにまず同じぐらい値段かかるじゃん。そうだ、ね、何十万かかって、うん、で人件費がまた同じぐらいかかる、ね、結果高い。だからもうライブしないでチェキ会やろうかドームでみたいな言ってて、記録作れんじゃないって話してたんだよね。そうそうそう、なんか最初5万5千円のキャパに対して55人の集客みたいな、最小記録みたいな。55人はいけるよね。いけると思う。いけるね。いや、身内合わせたらもうちょいいけるかもしれない。もうちょい、東京ドームでやるって言ったらみんなちょっとさ、面白半分で来そうじゃない？確かに、ね、155くらいいくんじゃない？いっちゃうかもね、意外とね。なんてくだらない話をしてた、ね、そう、しょっちゅうしてるんですよ、最近。たまたま、なんか武道館のを、なんか武道館って借りたらいくらなんだろうと思って調べたら、高かったよね、武道館は。あのね、480万だったかな、確か。1日高い、高い。で、そう、スクロールしてったら、ちなみに東京ドームはで、もうみんなにもいくらだと思って聞きたいんだけど、もうなんかびっくりするの、なんかその480万を見た後に、いや500万とかすると思うじゃん、うん、てか私もうね、もっと何千万近くかと思ったの。そうそうそう、私もそうだった。1000万近くするんかと思ってたら、うん、60万ですよ。やばくない？少ない1日。そう、桁が違う、何回も数えたもん私。人件費除いてでしょ、ただ。そうそう、普通に小屋だけ、うん、ドームを借りるだけで。そうね、小屋って言わないか、箱代か。箱だ。だから箱だよ、ね、そう、正確には57万7千円だったんだけど。めっちゃ何回も数えたもん、ゼロ何個あるんだろうみたいな。いや、安いよね。びっくりした。いや、意外と安いんだよね。だからチェキ会、いや、チェキ会できる、頑張れば。もうちょっと景気作ってね、野球のオフシーズンの時で。そうだね、なんかやっぱそのコンサートやんない時で、うん、平日とかで。平日がいいよ、絶対来ないよ人。無駄に経費の方が高いから、ね、そうだよね、うん、いや面白いよね。いつかちょっと東京ドーム目指してますんで、よろしくお願いします。東京ドームでチェキ会目指そうとか。目指そう。でその後コンサートなんだ。そうだね、うん、まずチェキ会物販会して、いや、いろんなとこ使えるよ。大声で喋ったっていけるよ。あ、外野でチェキ取ろうよとか。あ、超いいよね。移動時間めっちゃかかるみたいなね。アリーナ、アリーナみたいな。次アリーナ。言いたい、言いたい。私、チェキ返したんだよ、東京ドームでって言いたい。くだらねえ。そんな内容ばっかり LINE してる。それな。ね。もう本当に。東京ドームね。いや、でも武道館やりたいよ、うん。そうなんですよね。なんかやっぱ、1年先はここみたいな目標値がちゃんとあって、うん、気づけば1ヶ月経ったからね。いや、こうやって1年、うん、あっという間、10年やばいね、やばい。10年後何歳だみたいなね。そうして死んでいくんだよ、やばいや。10年後もお腹出して頑張ろうかな。頑張ってね、頑張ろう。私もう出せるお腹してない。いや、来年出してこう。じゃあ徐々に徐々にティッサちゃん薄くなくしていこう。薄くてない、なくしていこう。どういうこと？布なくしてこう。いやだ、絶対嫌だよ。布なくしてこう。
どういうこと？私とシャカちゃんはじゃあどんどん増やしていこうかな。さえちゃんとかもどんどん減らしてって、来年再来年は丈どんどん短くしてって。いやもういいや、無理だよ、出してった方がいいよ。無理無理無理、私もエクホリの食べ部、あ、ダメだよ、あ、脱退禁止だから書いたけど、今日もしっかり大盛りラーメン食べてきました。さすがちゃんで言うて、私もラーメン食べてきた。食べてきた。いやなんかさ、ちょっと早いなと思って、なんかあそこのラーメン屋さん行こうと思って行くじゃん、うん、無料って知らなくて大盛りがね。あ、そんなんしちゃうね。そうだから店員さんにこう食券渡したら、大盛りどうしますかって言ってから、あ、はいって言って。もうなるじゃん、そこはさ。大盛りいくらですけどしますかだったらちょっと若干考えるけど、でも50円とかだったらするよ、ね、50円はただみたいなもんだから。あ、そうだよね、この間ライス50円だもんね。そうそうそう、だからこの間行ったさ、3人で会ったんといったラーメン屋さんはさ、替え玉がさ210円だったっけ、一覧ね。そう、ちょっと210円はちょっと悩んだけど、みんなで替え玉したよね。それな、3人でしたよね。11時過ぎにライブ終わりの時に、ライブ終わりにね、一覧に。そうなんだよ、3人で行って行ってさ、しかも一覧でこのエクホリの9月のスケジュールを2人で決める、スケジュールを2人で決める。そうなんだよね、ちょっとここ開けるねって。そうそう、あれ知ってた、一覧ってよ、ここソーシャルディスタンスなってるじゃん、あれ開けられんだよ。そう、私知ってたんだよね、スケジュールの相談しするとき開けて見して、開けて、あ、このライブ入れよっかみたいな、うん、やってたね。そこで9月も結構ね、ありがたいことに埋まってね。え、あ、でも9月、うん、埋まってない土日とかあるのかな。一番最後の土日が、そのちょっと舞台のイベント、うんうんうん、私たちがあるんで、 その前の週の土日の日曜日か、4連休なんだよね、あそこ19、20、21、22で、土日月火で、なんか入ん、あ、でももう入んないのか。いや、そんなこともないよ。土曜日が今、うんうん、主催ライブが決まってるんだけど、うんうん、で20日がちょっと姫ちゃんが北海道の方でね、イベントに、ね、ライブに出るんだけど、月火は祝日だから可能性ある。そうだね、月曜日とか入りそうだね。あると思うよ、あると思うよ。火曜日三月じゃないの。そう、三月さ、じゃあワンちゃん月曜日だね。ある、全然ある。そうだよね、だ姫ちゃんとんぼ帰りになっちゃうんだけど、うん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 、だから全然20日もなくはないとは思うんだけど、うんうん、もしあったとしてもちょっと姫ちゃんがね、あの札幌から応援電波みたいな感じになるけど。そうだね、そうだね。で4連休だから、そこは何かしら、みんな絶対開けといてね。そうだね、連休だから入りそうだね。入りそう。今のところ主催ライブが一番最後のライブかな、決まってる中では。なんかあれだよね、今さ、イベント数が少ないからこそさ、個々の仕事がこう、うん、バーっていろいろできてるけど、ね、うん、多分これ普通にね、いろいろイベントできるなって言ったら、うんうん、みんなもそれぞれ ね、 そうだね、メンバーも自分たちも含めだけど、うんうん、できなくなりそうだよね。だって普通は平日も結構あるんでしょ。うん、あると思う、うんうん、あると今全然ないけどね。そうだね、うん、これが今のところ9月末までがそのイベント規制かかる的なことを聞いて。あ、そうなんだ。なんかもともと8月末だったんでしょ、うん、それが若干延長して、 ただ様子見ながら早めに、うんうんうん、打ち切りにするかもみたいな感じをゆり子さんが言ってた。なるほどね。なんか言ってた、今日 GoTo トラベル、 GoTo トラベルだから、なんだっけ、なんだっけ、 GOTO GOTO ね、 GOTO を先月言ってたけど、そう、 GOTO がなんか東京も入るのかみたいな。あれちょっとまだいまいちよく分かってないんだけど、東京入ったらどうなるの。いやだから東京も対象になるよってことでしょ。旅行したらお金もらえるってこと。いや、お金はもらえないよ。あ、そうなんだ。旅行に行きましょうっていうあれでしょ、なんか、まあ、だから行くために、うん、まあ、行ったらそのちょっと帰ってくるよみたいな、わかりやすく言えばバックがあるよみたいな。バックじゃないんだけど。あ、まあ調べてや、そこは、まあ、簡単に言ったらちょっと安くなるのよ。ああ、割り引かれますよみたいな、今行ったら。そういうこと、そうだね、命かけて行ってるもんね、まあ、みんなね。どこで予約してもジャランみたいな。ああ、なるほどね。ジャランよく使う、まあ、ジャランもいい宿あるけどね。そうだよね。なるほどなるほど。旅行行きたいな。旅行、あ、旅行の話よって言ってたじゃん。あ、そう、行ったよね。そうなんだよ、旅行っていうか、まあ夏休み取ったよね、一泊。そう、ほぼまあ日帰りではないけど。そうだね、まあ約24時間ぐらいだね、うん、1日ちょいだね、行ったのね。超楽しかったね。いや、そうなのよ、千葉に行きました。そうなんで、ね、内房線が通ってました。頭おかしかった、本当に頭おかしかった。助けてほしかった、なんかもう怖かったよね。じゃあなんかやっぱさ、嬉しくなるじゃん、地元民としてはさ。みんな何が起きてるか分かってないんだよ、まだ。なんか、まあ、あの3人で行ったんですよ。あの舞台の共演者の、ま、武藤優愛ちゃんっていう女の子と、あの3人で行ったんだけど、優愛のね、知り合いの方の、まあ、お家というか、なんかあの貸してくれるってことになって3人で行ったんだけど、なんか押してるよ、黒美ちゃんがいる。
それでなんか行ったんだけど、うん、なんかみんなに超言われたのがまずすごいさプールの写真をあげたんだけど、あ、そう、プールの奥の畑がめっちゃ面白かったみたい な、 いや、なんか田舎感っていう、田舎だもんだってすごい言われて、ちょっとオーシャンビューじゃないんだみたいなね、おしゃれなプールじゃないからね。そうだね。でその畑の先には電車が通ってて、それがね、内房線が通ったんですよ。内房線が通ってて、まあ、田んぼとね、うん、あとはちょっと離れた距離に家がある。そうだね、点々と、もうなんかお家がね、もうコロナ先取りしてソーシャルディスタンスで建てられてたの。やめて、そういうわけじゃないわお家一つ一つが離れててそうなんだよ。そうだよね。まあ、もう6時、7時ぐらいになるともう全部ね、電気も消えるしマジな田舎だった。田舎あるある田舎あるあるなんだ。田舎あるある。10時にはもう真っ暗だもん、やっぱ私の地元も。あ、そうなんだ、うん、街灯真っ暗だったよね。街灯しかない。でも街灯も何十メートル先に1個とかだから。あ、でも来るなかったね。でしょ、すごい遠いとこに1個だから。そんな中で内房線が通るじゃない。さあさあ、でかい声でさ、内房線って叫ぶの。挨拶しないとと思って意味わかんないじゃん、もうなんかもう私も言おうえみたいなプール入りながらも言ったし、夜バーベキューしながらも言ったし、朝も言ってたからね。朝も言ったね。マジうるさいよね、通るたびに。そうさ、ゆあもちゃんとさ、今内房線通ったよとか言ってくれるようになってあ、やべ、挨拶しなきゃみたいになって。そうでしたね。そうで、千葉行きがあるんだけど、上りの方は千葉行きって叫んだ。もう意味がわかんないよね。ちゃんと挨拶しなきゃと思って。でも数えられるぐらいしか乗ってないのよ、人も。数えてたもんね今4人みたいな、この車両で4人みたいなマックス7人ぐらいしか乗ってなかった。乗ってなかったね、10いかないぐらいだったね。でもやっぱね、まあでも内房線には頑張ってほしいよね。頑張ってほしいよ。別に何の思い入れもないんだけど1時間に3本ぐらいしか走ってないんだけど。多分1回乗ったことあるかもしれない、内房線。結構姉が先は内房線。あ、じゃあ多分1回乗った内房線。友達の入院結構遠かったでしょ、に行くのに。そうだって千葉駅からもさ、姉ヶ崎ってやっぱ30分ぐらいかかるし、都心から3時間くらい。なんか電車の乗り継ぎが悪くて名古屋行けちゃうねなんか電車がないじゃん。そうそう、乗り換えの電車が全然なくて3時間近くかかったのを覚えてる。千葉駅でめっちゃ待つもん、いつもけどさ、そのまあ姉ヶ崎着いたのはいいけど、バスがさ、やっぱ時間が全く合わなくて、学校終わりに何人かでお見舞いに行ったんだけど、でその入院してるこのお母さんがわざわざ迎え来てくれて、あ、ね、わざわざありがとうねみたいな、病院行ってみんなで帰るっていうね、うん、いや本当にそういう感じなんだね。なんか最寄り駅が徒歩なんか1時間半とか全然ありなの。徒歩1時間半って何。なんかが最寄り駅でも期待されてるんだよね。別の駅じゃないの駅がないんだよ。なんか千葉ってその地下鉄がまずないし、うん、はいはい、路線が少なくて、なんか本当になんか山手線の外回り内回りみたいな感じで、うんうんうん、内房線外房線っていうのがあって、うんうんうん、それ以外の電車が小湊鉄道っていうものしかなくて。何小湊鉄道。なんか小湊はちょっと日本でも何番目かに高い鉄道なんだけど、あの乗車料金が、人が多分乗らないから、あの多分無人駅 だらけでみんな隣の駅までしか切符買わないっていうねそうやってけんのみんな、そうだから多分さ、どんどん加速化しちゃうんだろうね。ちょっとかわいそうだな。私もおじいちゃん家が小湊鉄道だったから、うんうんうん、たまに乗ってたけど、本当に無人駅で乗ってる人も本当に貸し切り状態全然。そうなんだ。で、あの線路が、うん、行って帰ってくるのに普通さ、右と左であるじゃん、うんうんうん、1本しかなくて単線ってやつ。そうそう、単線だから、だから行ったら帰ってくる時間までは電車通らないわけよ全然。え、そうなんだ。そうなの。だからじゃあめっちゃ電車ないじゃん。ないの全然。だから乗る人もいないじゃんそりゃ。だったらそりゃって言わないでよ車移動になっちゃうし、基本バスなんだけど。なんか関東、まあ東京だけどさ、うんうん、ずっと関東でそういうとこがあるんだって思った。いやだから私茨城に友達がいて、うち、ん、に泊まりに来たことがあって、うんうんうん、あのうちの千葉の、そうそうそう、地元に来た瞬間、うんうん、え、千葉ってこんな田舎なんだってやっぱ言われたもん。千葉ってそんなイメージがないんだよ。そうそうそう、千葉駅とか船橋とかしか行ったことないから。船橋は東京と一緒。東京と一緒だよねあれね。なんかあんま分かんない。もうなんか千葉から下だね。が千葉駅自体も田舎だから正直。なるほどね。から下がもう結構、はい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 、もうあのドンマイって感じ。ドンマイやばい。家しかない、遊ぶ場所何もない。千葉でもあとどこだろう。なんかリリーベで行ったことあるな。木更津とかは。木更津は一回だけ。いやないかも。木更津 あるかな。なんか覚えてない。アクアラインが通ってるからさ、意外と東京から、うんうんうん、まあ、車があったりとかお仕事関係はそのそか
アクアラインにとって木更津来るイメージはある。うん、なんかね、千葉、なんか千葉の都会ってどこ言って、船橋、市川、まあ、行って幕張じゃない。あ、幕張は行ったことある。幕張はメッセがあるしね、結構イベント。幕張はさ、やっぱオタクだからさ、握手会でも毎週行って、はい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 、駅からさ、その、なんせ握手会のメッセまで遠いよね。レーンまでが遠いんじゃん。遠い。メッセもさ、ホールがいっぱいあるじゃん。いっぱいある。で、何ホールの何レーンにこの推しがいると、うん、みたいな。はいはい。いや、マジ遠いみたいな。そうだね。次の分まで時間が空いたりするとすごいさ、嫌だった。メッセはそうだね、遠いね。多かった。でもそんな推しも卒業発表しましたよ。あ、最近したの。あ、そうなんだ。でも今まで多分推してきた中で一番金かけた。あ、金かけた。いや大事だよ。推しには金かけないと。一番金かけたね、多分ね。あの、言ってた大阪まで会いに行った子。大阪はでもしょっちゅう会いに行った。もうほぼ毎週のように2週間に一遍は行ってたもん。あ、はるちゃん強いって言われた子。そう、覚えてんのかな。もう今はね、本当に有名美容 YouTuber になってしまったんですけど。あら、そうなんだ、うん、そうなの。でもたまに行くと、やっぱ覚えてるんだよね。いや、やっぱさ、同性のアイドルの、うん、なんていうの、女の子が、やっぱ女の子のお客さん来たら結構やっぱ覚えてるんじゃない。でもね、女の子ばっかなの今。あ、そうなんだ。 そうそうそう、それこそ美容系やってるからだからだと思うし、うん、でもそれも私がめちゃくちゃ行った頃はそこまで多くなかったんだけど、うん、でしょでしょ。一回覚えちゃえば私も忘れないから。でもさ、いっぱい相手にするわけじゃん。まあね、もう満単位だよね。でしょ。だからそれで覚えててくれたりとか、ね、やっぱ劇場公演見に行った時とかに、うんうんうん、そのお見送りみたいなのがあって、はいはいはい、なんだけど、そこで、あー、はるちゃんみたいな。あー、もう湧いたみたいな。湧いたよね、それ湧く湧く。あ、みたいな。いいなー。こっちからソロオタだからさ。みたいな。気持ち悪い反応になっちゃうわけよ。いや、なるなるなる。そう、うん、なんか恥ずかしいじゃん、うんうん、みんないるし。そうだよね。うん。元気かな。いいなー、推し活したい、私も。まあ今ないもんね、イベントとかね。コロナだもんね。ねえ、なんかやっぱ大きいイベントほどできないし、できないね、そうだね。だから卒業コンサートとかできんのかなって感じなんだよね。その子も絶対行きたいんだけど。そうだね、本人がかわいそうだもんね。うん、あとファンの人もね、やっぱ最後はさ、ちゃんと生で送り届けてあげたいじゃない。そうだね。だよね。って思うけどね。ちょっと卒コン決まったら、エクホリちょっと開けるかもしんない。あ、ちゃんと、ここスケジュール管理してますんで、任せてください。ごめん。ここはね、任せてください。まあ、ここお互いだからさ、私もさ、一日あったじゃん、今度。ちょ、平日だったんだけど、この日って言ったら、大丈夫って言ってくれて、いいよって言ってくれて。それはね、メンバーのね、やっぱ、そうだね、大事だから、プライベートも大事ですよ、そうそう、やっぱり。って思うからね、やっぱやりたい仕事もそうだしさ、うんうん、みんなやっぱやりたいことやった方がいいよ。ね、プライベートに限らず仕事もだし、うんうん、何でも。そうだね。っていうスタンスなんですよ、エクホリは。うん、いや、すごい、なんか私、他のユニットさんとか結構見てると、うん、女優やってますとか、モデルやってますとかも結構見かけるけど、うんうんうん、でも実際はパッて見ると、ユニット活動ばっかりの子が結構多くて、うんうん、そうだね。それ見た時に、エクホリってやっぱ個人活動すごい多いんだなと思って。多いよ。多いよね。許可してるもん。そうだよね。すごいありがたいなって思うしさ。そう、めちゃくちゃ融通聞かしてるし、うん、やっぱ。めっちゃみんな売れてるみたいだよね。いや、それだな。ねえ。もう誰かがやっぱ売れてくれば嬉しいから。そうだね。私も。それはそれで嬉しいし。うん、だからもうさ、情報追いつけないぐらいさ、多分みんなの方が。なんか今日何が解禁でみたいなさ、そう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 、もう分かんなくなっちゃってさ。分かんなくなっちゃう。まあ、Twitter は私が更新してるんですけど、うん、この情報をさ、うん、もう分かんなくなる。これ誰のこれ書いたっけみたいな。そうそうそう。超思う。全く。この前アカウント間違えてたしね。あ、そう。あの、自分のアカウントとね、ユニットアカウント結構間違えちゃうんですよ。間違えた。私おもろかったで、ね、フォローしちゃったもんね。そうなんだよ。なんか、8人目のメンバーみたいな感じでフォローしちゃって。そうなの。自分のアカウントで。アイホリックの振り付けをしてくれた先生を。自分のアカウントでフォローした通りが。アイホリックのアカウントでフォローした。それで、ティスがなんか電車の中で見たらしくて、あ、なんか1人8人目のメンバーいるとか言って。先生みたいな。めっちゃ笑ったって言われて。あ、もう絶対私これごめんなさいみたいな感じで間違えちゃってさ。いや、ちょっと面白かったよ、ね、それは。もう1人8人目のメンバーいたんです、実は。いたんだよね、ちょっと前 ねちょっと前にね本当指導、あれお披露目前だもんね。お披露目前、1ヶ月ちょい前の話か。そうだね。
いや超笑ったよね。いやごめんなさい。本人もびっくりしただろうね。だろうね。俺え誰もなんか気まずくねみたいな、うん、誰もフォローされてないのになんか自分だけフォローされてるみたいなさ。気まずいよあれは。気まずいよね。本人が一番気まずいと思うよそうだよね。本人外せないしね、フォローとかね、本人からは外せないよ。そうだよね。気まずかったよあれは。やったね、そんなこともねあれどうやったらアカウントって間違えないの。まあまあ、分かんない。2回ぐらいやった多分もう。そうそう、あとリップをね、あの通知がポンってきて、うん、自分宛てのリップなのか、そのエコホリーの、あ、もう分かんない、分かんない。それを開いちゃうと、なんかそっから開くとさ、そのリップが来たアカウントに開くから、ね、あれそれをチェックしないでリップ編とかしちゃうと、あ、やべえやべえ、ユニットだったみたいな時たまにある。そうなの、いいねいいね、めっちゃ押してたらさ、ね、あ、もうユニットだったみたいなあるめっちゃある、めっちゃあるよね。ツイッターあるあるだよね。あるあるだよね。ツイッターもそうだし、まあ、ブログをね、あやみが。そうそう、アメブロ更新してるんで。ブログとホームページとかさ。そうだね。そうやってくれてて、今日1個ちょっとホームページさ、なんかねえ、あれチケットの予約本消したの。なんかわかんないの、新しいね、ライブの予約本をね間違えて消えちゃった。予約本みたいな。そう、なんか見ても何がね違うあるの、ちゃんとあの編集画面にはちゃんと載ってるの、うん、で消す前のページある。消す前のページに追加しただけなんだけど、だから何も削除はしてないの。あ、そうなんだ。そうそうそう、だから絶対ミスると思って。でもね、コピーして、大体この悩みができないこと大体多分解決するよね。そう、だからもう超焦って、あ、やばい、もうなんかすでに情報解禁してるライブの予約すら受け付けられなくなってて、今予約フォームなくなってて、ね、そっかそっか、もう焦ってもそこ送って、え、どうしようどうしようと思って来たからびっくりした。なん、あれ見れてないけど、まだ何がどうなってんの。そのフォームごと消しちゃったのかと思った。あのね、チケットの予約フォーム開くと、どこのチケットを予約したいってライブの情報を選択する画面が、ね、あのエコリのホームページだけど、それを追加したり消したりっていうのをやってるんですけど、 そこが消えちゃったの。え、それ全部あの予約法他はあるだけど、あのチケット選択みたいな選択画面がないの。え、ダメじゃん選択画面がなくなっちゃって、やったな、あれと思ってでも編集画面見ると何が消えてるか全く分かんなくて、うんうんうん、でも削除ってよりコピーして、前のやつをコピーして中身だけ書き換えたのに、おかしいね。とりあえずだからそのコピーしたの消す、まあ後でやろうか、やろう番組でやるじゃないの完全にだからちょっとあの今ね、何日だ、9月の4日のライブをそこの予約ホームで受け付けてるんですけど、今予約できない状態になってるんで、ちょっとお待ちください。池袋のサウンドピースさんですね。池袋サファリパークっていうね、うん、ちょっと動物園みたいな名前の、あの予約特典めっちゃつく日だよ。あ、そう、私物サインがつくんですよ。そう、これ私物サイン何でもいいですよ。チェキでもいいし、うんうんうん、チェキホルダーでもいいし、あとなんだろうね、チェキホルダーめっちゃよくない？めっちゃいいと思うけど、だってしかもあれ時間の秒数とか設けてないからね。そうだよね、設けてない。あの一回さ、あの、うん、19日かな、渋谷のライブハウスで囲みで、ね、みんなに、ちょっとあの日ノアがいなかったんだけど、うんうん、なんかノアになってもらったんだけど、みんなに、そうみんな最年少、そうみんなノアになってもらった日みたいな感じで写真プラスだよね。そうそう、今度は2つ特典が、写真プラス私物サイン。そうなん、え、実はその日またノアがいないんだよね。そうなんだ、だからまたノアになってもらうんですよ、みんなに。みんなノアになれみんなにノアになってもらう誰だからね、ちょっとなかなかね、8人目のメンバーの写真がなかなか撮れないんだけど、みんな。そうなんだよね、今のとこね。申し訳ないんだけどね。まあ、しょうがないよね。そうそうそう。あんな早い時間になると思わなかったからね。そうなんだよね。まあ、それ分かんないからね。そうなの。イベント決めた時点じゃ、うん、そのスタートもさ、やっぱ変わるし、その出演者さんの人数によってね。夜っていうくくりがさ、とか昼っていうくくりもさ、オファーがそれだからね。うん、私たちの思ってる夜と、私たちが思ってる昼と、主催さんが違ったりするんだよね。これとか、あとはまああれだよね、出演者さんが増えたから、そうだね、時間がちょっとずれちゃったりとか、これだったらじゃあノア出れるねって決めたイベントが出れなくなっちゃったりとかね。この前なんてまさにそうだね、前倒しになっちゃったりとかして、うん、だからそれはしょうがない。またみんなノアになってもらおうかな、なってほしいそうだね、早いよね。でもあれ5時台とか5時10分だったかな。そうだよね、うん、5時10分から20分間かな、確かライブが。そう、ステージは20分あるもんね、うん。なんか最近そのタイムテーブルもらって、うん、エコホリの出番が結構その他の出演者さんと比べてあの多い枠でいつもいただけてて、ありがたいんですよ、めちゃくちゃ、ね、それがすごい本当にありがたいなと思って。いやマジで本当にもうこれ、うん、アイコロニーさん見てますか。見てますか。見てないと思うんですけどすごいね、今押してくれててね、パフォーマンスが素晴らしいって言って、エコホリーの方って押してくれて、今すごいプッシュしてくれてて、押してくれてありがとうございます
そうなんですよ。結構なんか一回出たところがまた声かけてくれたりとか。嬉しいよね、なんかね、まあはっきり言っちゃえばさ、まだお客さんで全然いないしさ、うん、ファンだって多くないしさ、他のユニットさんに比べて、ね、まだ全然これからのユニットなんだけど ね、なのにやっぱパフォーマンスを見てそう、うん、なんか絶対売れると思う。いや言ってくれるんだよね、結構めっちゃ嬉しいよ。そうなんです。なんかメンバー個々も素晴らしいし、ね、うん、パフォーマンスがいいって結構言ってくれるのがもうすごく嬉しい。私はあとみんなが来てくれるからだよね。やっぱ少なからずやっぱりそのお客さんの数とかも絶対見られてるから、そういうのでね、そういうのでみんなね、なんかさ、これさコメント見たいんだけどさ、どうやってこれ絶対ね、これを消すんだと思うよ。ここえ、まあ、消さないでよ、変なもん。ほらいっぱい来てたコメント。誰に消すから。結構見て、本当だ、星投げたらなぜか知らんが壇上1位、イエーイ、おめでとう、イエーイ、1位大事。ハルティスの髪色変わった？変わった。そうだよ、昨日、おとといだ、おととい入れました、ね、自分で。あっちは夢の国がある。あ、初見だ、すごい、今初見とか出るんだ。タツヤさんありがとうございます。コメント広くね、あかりんってきてる。そう、あかりん。ドイツ村、そうだよ、みんなね。いや千葉いいこと、いいとこたくさんあるんだけど、まあちょっと、アイコロニーさんライブ動画ありがとうございます、ね、本当に、あ、ねえねえ、本当に上がったよ。あ、さっきね、グループにも、見ました、 YouTube すごいね。 あ、さすが。あ、今、そっか、 LINE ライブやってるんだね。なるほどね、うちのメンバーが LINE ライブやってます。同時配信でございます。かぶってるね、これね、かぶってるね。テレビ局だとダメなやつ、ね、ダメだね。あの、裏番組ってなるやつですね。そうだね、すごいね、動画がめちゃめちゃなんか最初の動画がダイジェスト版みたいな感じでなって、そうなんだ、でプラス本編その後にやってくれてて、すごいなんか私もまだ最後まで見れてないんだけど、2回目のライブでしょ、まだちょっと恥ずかしいよね。あれ、そうそう、あのお披露目後のライブだから初対バンの日で、成長してるかな。そうだね、でも成長してると思うんだけどさ、どうだろう、わかんないよね。そうだね、あの時はみんな楽しくみたいな感じだったから、いやなんか初々しさ出てるんじゃない。出てるかな、あとカメラ慣れしてない私たちみたいなね。あとなんかもうそう、メンバーにどうやって言ってあげたらいいかが分かんなかった。あ、まだ最近は別にそんな思わないけど、どこをどうしたらもうちょっと良くなるよっていう言い方をしてあげればいいかが分かんなかった、だから私もすごい不完全燃焼というか、ってなってた。そうだね、だから1ヶ月経ってないのか、今月の頭だもんね。うん、でもそうかそうか、いや早いね、早いよ。え、スカイ、あ、見れて嬉しいって、もうよかった。これなんて読むんだろう。読んでみて、私読めるよ。待って。しかなく感。六名感って読みます。これ、どういうこと？ちょっと待って、僕言って。六名感。六名感なんて絶対読めない、これ。だってマジ？しかがなく、武道館の感だよ、これ。武道館の感とか、館っていう字ね。しか、まあ、強いてるのは今日じゃない、これ。じゃない、しか今日感。やばいや。え、鹿って六って読むの？みんな六って読むのかな？読むんだ。読むらしいよ。ええー。でも六名館って有名じゃない？どこの何県？東京都。どこにあるの？知らない。目黒。あ、目黒は画十円しか知らない私。画十円より全然手前よ、もう駅から近い。あ、そうなんだ。うん、知らなかった。あ、すすめチキ言われてます。バズってます。告知会でもバズってます。これで油揚げでもね、歌っちゃったから。六名館のステージ私結構好きだけどな。昔しょっちゅうライブやってたんだ。ライブハウスなの？ライブハウス。なんかめっちゃ結婚式場的な感じじゃない、これ。なんかちょっと昔ながらのみたいな。六名館ってもう老舗だって。ちょっと 和服っぽいもん、名前が。なんていうの、わかる。わかんないんだよね。みんなの気持ちを代弁する。わかんないんだよね。で、館ってつくとさ、武道館もそうだけど、わかる？なんか日本の昔ながらのみたいな、わっわって感じ。じゃあ武道館、あ、昔さ、まあ、よく共演してたアイドルちゃんでさ、ライブハウス、例えばじゃあ6名館だったら、なんか今日も武道館 in 6名館のライブにお越しください、ありがとうございますみたいに言ってるアイドルがいてさ、どういうこと？武道館 in 6名館ってどういうこと？6名館店みたいな。どういうこと、どういうこと。何でもライブを武道館って言う。ああ、いるよね、そういう人。いたの。やってみれば。やろうかな、じゃあ今度。じゃあ今度の、じゃあライブで武道館ようこそって言っていいの？武道館ようこそ。次どこだっけ？インコタンダ、あさって。ゴタンダ G5 さんに。インコタンダ G5 店。なるほどね。
あの目黒店みたいな感じで、そうそうそう、いたんだよね。あ、なるほど、ね、まだやってんのかな、ライブ。あ、面白いね、うん、いつもじゃあ武道館にいる気分で味わって、そうそうそう、いたんだよね、そういう子が。面白い、じゃあやっぱ東京ドームショーでしょ、そこは。面白くて、私絶対聞いちゃってたもんねなるほどね、面白い。そうそうそう、なんか6名間でもライブしてほしいって言うから、え、あさって6名間だよね、うちらね。そうそう、6名間の五反田 G5 店だよ。いや、それは違うわもうちょっとでかい規模にしようよ6名、そんなそんな大きくはない。じゃあ吉祥寺シータぐらいだったら言ってもいい？いや、シータも6名間も多分キャパ同じぐらいじゃない？あ、そうなんだ。多分そう、すごいじゃん。じゃあ、ただシータよりあれかも、6名の方が歴史がある。あ、まあ、歴史もあるけど、うん、ステージも高い。あ、なるほどね。気がするよ。みんなこうやって見なきゃいけない。なんかね、本当になんか絵に描いたライブハウスみたいな、ステージ高くて。全然知らん。ちょっと後で調べてみよう。あ、前はなんかわかんないってやってやってじゃね雑だよ、取り方が。マイメロだったらわかんない。これマイメロちゃんで、ね、知ってる？マイメロって飼われてんだって、ペットなんだって、うたちゃんに。そう、知らなくて昨日知ったの見たことある？ないの。私さ、サンリオと、なんかサンリオってキャラクターは知ってるけど、うん、じゃあ なんかあれを見たことあるかって言ったら、キティちゃんぐらいしかアニメ見たことない。なんかキティちゃんがなんか ダウニー君みたいにいたよねダウニー君なんだっけあ、なんかいたよねダニエルだダニエルだからダウニー君死ぬダニエル君ダニエル君みたいな人とダニエル君がやばいダは合ってるじゃん。何かダしか合ってないよびっくりしちゃった。ダニエル顔は出てるんだけど、ダニエル君と喋ってる、なんかキティちゃんなんか体重リンコ3個分みたいな言ってる映像は頭になんか残ってるの、ちっちゃい頃見たのがだけど他はマイメロちゃんとかはそのキャラクターとしてなんかどっかのポップにありますとか、うん、なんか CM でみたいなのしか見たことない。ほんと？だからアニメ、この前シナモン見たじゃん、一緒に。あ、見た。あの、実のタピオカ屋さんでしょ。そうそう、タピオカ屋行った時にシナモンのトイレ講座みたいなやつ、なんかネットフリックス見ていいよって言うからシナモンあったからシナモンって喋んだとか言って初めて声聞いたと思って、だからなんかマイメロの声もティスが真似してるから初めて知ったもん。似てたでしょ、似てたでしょ、めっちゃ似てると思った適当なことやってんだろって最初思ったの。違うよ、違うよそしたらなんか昨日たまたまちょっと打ち合わせでなんかマイメロのなんか飼い主の声をってなんか言われて、なんか声優さんの話になって飼い主と思って、どういうことと思ってだからマイメロの飼い主がいてって言われて、マイメロって飼われてんのみたいになって、そこで昨日初めて知ったの。だからマイメロってペットだったんだと思って。ペットとか、まあなんか、まあ、見てみて言われる。そうだね。ちょっとサンリオ D アニメでやってる？わかんない、ちょっと調べてみるわ、うん、でもラブライブ見なきゃいけないから。いやさ、見るっつってさ見ないんだよ今。だいぶ止まっちゃった、あれから進んでない。鬼滅の刃も今 2.5 話、もう本当にやめてほしいよねやっと鬼滅の刃って言わなかったからさまだいいけど。鬼滅の刃本当見た人のグレンゲじゃないもん、あれ。いやだってさ、まだ2回しか見てないもん、2話しか見てないから。さあ進め地球って言っちゃうよね、言っちゃうよね言っちゃう。だからなんとなくそんな気がしたんだよね。そうだよね、うん、なんか耳に残ってるんだちゃんと。でリサさんはそうやって歌ってたよ。でしょ、歌ってた歌ってた。耳コピしてるって言ったら、それ相当やばいよって言われて耳間違ってるよって言われて超面白い、耳間違ってる。そうなんか脳内で変換されちゃうんだよね、きっと聞こえた音が。いや脳内だけじゃないじゃん、携帯の変換もひどいから本当に誤字が。なんか私の携帯もちょっと勝手に変換機能がついてて。いやだからさ、ね、あれをやめたら、予測変換やめたら。いやだって予測変換やめると結構めんどくさいんだよ、全部打たなきゃいけないじゃん。そうそう、予測変換にした結果だってほぼ間違ってんだよ文章やめた方がよくない？それもうほぼ間違ってんだよね。大体伝わるんだけどね、みんな伝わるけどさ。そうなんだよね、伝わるよ。うーん、だからお仕事のなんか今日もさ、なんかすごいの来たよね。なんだっけ、ええちょっと待って、なんか送った。私がなんかさ、あれお風呂行けなくなったみたいなそうそうそう、一緒に今度お風呂行こうって言ってたの。また違う、あれは間違いじゃなくてわざと送ったんだよ。なんか
あのピエンタキって送ってきたの、ピエールタキさんの ピエンを多分送りたかったけど、マジ JK から教えてもらったから、あそうなんだ、ピエンタキって来たから私もなんかマジピエンタキって言われたから、 それ使ってるの、乱用してんのてかごめんって送りたかったから、ごめんになんかつけようかなと思ってなんかラサール石井さんが出てきたので、ラサールごめんって送ったら意味わかんないのなんかとりあえず名前つけなきゃなと思ってラサールごめんって送ったら、だから死ぬってきて、間違えたとか言うからさ、なんかごじったのかと思ったの、そう違う、なんかよく考えたらごめんはゴルゴ13のがなんかよかった、ごめん13にすればよかったかなと思ってごめん13と送ったつもりがごめん13になっちゃって31じゃなくてあ間違えた、ごめん31と送り直して、ね、それでね13と31間違えちゃってそう、なんかピエンタキってきたからなんか返さなきゃと思ってさそうラサールごめんって返したんだけど、意味がわかんないよ、すごい好きありがとうございますやばいよね LINE でね、結構ねぶっ飛んでるよね、あやみんってなんか楽しいよ、いつも、いやだから好きなんだけどね、ね、嬉しい、なんか私が出会ってきた人、めちゃくちゃ仲良くなる人って本当やばいやつが多いんだけど、うん、おまともで生きてきたんだけどさなんか結構真面目なまともな人間って、すごい地元の子と同じ匂いがするやっと東京都民、うん、東京都民23区外だけどそうだよね、そうだよ、千葉みたいなもんだよ、一緒一緒、千葉とは違うかな一緒だよ、千葉とは違うよ、電車の本数少ないでしょ、でもまあ10分に1本、あでもちょっと多いな、うち頑張って20分に1本だもん頑張ってるわ、それ頑張ってるでしょ10分に1本だわ、うん、夜中は30分に1本になっちゃうから、なるほど、ね、夜10時台からは10時台から30分待つのだから、乗り換えミスったらそれきついな、千葉駅で30分待たなきゃいけない、10分に1本だよ、まだマシ かまだマシだよ、山手線がびっくりしたもんだから私すごいよね、3分ぐらいで1本来るから、なんなん、と思って、すごいよね、初めて山手線を見た時はすごくびっくりした行っちゃったと思った直後に来るから、えと思って、今行ったばっかりと思って、どっかで事故んないのかなってすごい最初思った、事故んないのかな、やばいぶつかんないのかなと思って、でもさ山手線あれだよね、うん、なんかどっか止まったりするとすごい詰まらない、詰まる、だからね遅延はすごいするんだよね、でずっと電車の中で閉じ込められたりだから、うん、止まっちゃうとね、それはすごいあるかも、あるある、なんか見てね、エクホリの5時担当、あそう間違いないね、あきみつの刃ら刃じゃなくて刃って、そうそう、キミツの刃かと思ってた、ずっと刃って千葉の話かと思ってて、なわけないもん千葉で何何する話やの刃探す話、刃みんな刃の村みたいな感じだなと思ってあのタイトルとかすごいなんかみんなが流行ってるのを耳で聞いてたんだけど、その漢字で見てなかったから、うん、そのタイトルをね、うん、だから鬼滅の刃、鬼滅の刃ってずっと思っててなんだっけ私が好きなキャラ、ワレツの善一すごいよね、あとなんでこの間お風呂屋さんでさ、あ秘境工業の、あ秘境工業、秘境工業宴の湯、これ姫島京業名さんですね、なんか 日替わり風呂みたいなのがあってなんかなんとかの湯みたいな書いてあってこれ読んでって言ってきたから、ね、私あの4文字かと思った、名前がね、単純になんかあれ5文字まで名前なんでしょ、漢字5文字、そう漢字5文字で4文字名前でなんとかの湯っていうのがお湯の名前かと思ったの、最後のさ、メイ、その行メイのメイっていう、うん、あのなんだか漢字にするとメイドのメイ、うん、宴かと思って、あれ宴って読まない、あれ違う、いや宴とは読まんくないだから秘境工業っていう、宴の湯とか言って、あの鬼滅の刃のあきえ鬼滅の刃のあのキャラクターが秘境工業っていう名前でお湯の名前が宴の湯っていうね、お風呂屋さんかと思って、超面白い、さやちゃんと爆笑された、宴の湯って来ると思わないじゃん、えみたいな、こっちも難しいよねあれ名前、びっくりしちゃった、いやあのアニメキャラクターちょっとひらがな振ってあげないと多分みんな読めないと思う、あやみマスク加えてたって言われてやばくない、なんか外でいきなりさ、私真由子と写真人いるんだよ結構真由子と写真撮るから撮って撮ってとかでかい声で言うのマジでなんか真由子なんか加えてくから加えるわとかでマスク撮って加えもうやめてと思って、そうそう竹加えてたから、さすがに竹持ってないからさ、いや持ってないわ、もう口にマスクしてたからそのまま加えてそれ撮ったそのまま撮ってもらった、いやそこまでやんないとねやっぱり私真由子推しだから今誰もいないよ、まゆこって人は。まゆこ、じゃあ、独り占めしていい、まゆこ。
誰真由子マジで真由子推し、真由子マジ誰、これ本当にさ3話ぐらい見た人の感想じゃないよね。超ちっちゃくなれちっちゃくなれって見た、みんな超かわいいじゃんこれ知ってる情報めっちゃ見てるの、そうあのカゴに入るの真由子がちっちゃくなれちっちゃくなれって言ってポンってちっちゃくなるのがめちゃめちゃかわいすぎて、だから見てよ鈴木。そうだよね。あとあの鬼が日に当たってあの首だけになる鬼が、あの金とかでカーってなっていなくなるところを覚えてるめっちゃ最初あれ2話覚えてる、めっちゃ最初すぎて面白い。で今は止まってるところはその炭治郎が剣で岩を切るところで終わった。なんか新キャラ出てきたけどそこで止まってるの今。眠くなっちゃって夜中3時半くらいに見てて頑張って見ようと思ったんだけど眠いなと思って、3話途中だけどいいやと思って。サビトとマコモ、サビトとマコモって2人出てきてない、1人だよ。いやもういいや。どういうこと1人なんか新キャラ出てきた。女の子もちょっちょいだった出てこなかった。え黄色い髪だったから、あ私ティスの推しが出てきたって一緒に思ったんだよね違うよ結構もうちょい後のらしいね。あれ女の子出てきたかな、岩切るところで。まだそこまで行ってないかもしれない。いや多分最初に出てくるよ。あじゃあ見逃したわ見逃したわとか見逃したわきっと超面白い、ね、なんかすごいアニメちゃんと最後まで見ることあるの。あでもなんかあの後追いが結構苦手で、あつドラマとかも、うん、なんかリアルタイムで見てるアニメとかはもうほんと毎週録画して、うん、結構一人暮らししてる時なんてほぼ全アニメ撮ってかぶってないアニメ、うん、あの裏番組とかで、うん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 、で私お兄ちゃんが超アニメ好きでこの今期のアニメはこれおすすめだよとかその時言われてて全部録画してほぼほぼアニメもドラマも全部見てたの昔、うんうん、だけどやっぱり一人暮らし東京だったからさ、うん、時間があったんだよね多分あの家に帰る時間早かったから、ね、帰るまでの時間とかね。そうそうそう。であとは今家族でハードディスクを共有してると容量オーバーになってあの 見ないやつ消してってお母さんに言われるよ ね、 そうね、いつの間にかなくなってるみたいな感じが多くて撮らなくなっちゃったんだよね。見てほしい、秘密の刃も見て。そうなんだよ。どっち優先、ラブライブとどっち優先。いやでもどっちもいいよ。そうか、うん、ラブライブはどこなのちなみに。7話。7話って何。あのね次のタイトルがエリチなんとかって書いてあったタイトル覚えてるんだあの忘れて何話か忘れちゃうから次のタイトルはこれだっていうのを覚えてから。なるほどね。そうそうそう、あのニッコニッコ2はもうやったもうやった。もうあそこやった。なるほど、やった、ね、あの屋上でやらされてたよ。最高だよね。私が一番好きな場面それもうさニコニーがさもうツインテール外した時がこう、ニコニーのポーズ何だっけ、変なポーズしてたんだこの前。なんだっけそうだった。ニコニーのポーズしてって言ったなんかなんだっけすごい。あれ写真で撮ったよね。あそうそうそう、なんかなんかこんなんかな、なんかニコニコニーってこんなんじゃなかった。これ正しい正しい。あじゃあこっちか、なんかやったの。そう出てきたんだよニコニーとか多分写真どっかの写真で撮ったんだけどそうだよね、ニコニコんなだったよねみたいな言って、絶対やった、こうだよねニコニのポーズやった。面白すぎる、やばい。これそう次は私だけこんな笑ってでもラブライブを見てる人だったら絶対受けると思うよ、うん、そうだね。今だからニコニってやってね、ニコニってやるね。じゃあおかしいもん今ちょっと私の推しはニコニになりかけてんの今。あ、推しがね、うん、推しが、はい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 、あの、もともと海ちゃんと、うん、あの子なんだっけ、あの、小鳥ちゃん、そうそう、小鳥ちゃんって言ったら、うん、うわ絶対通るんだよなってみんなに言われて絶対言われて、うん、なんか、そこはみんな通るけど、そのうち推しにするんだよって言われて若干今ね、ニコニーに寄ってるんだよ。確かにと思って。でも私も好きなキャラはそこだから、ね、そうだよね。小鳥ちゃんと海ちゃんとニコ。おー、かぶったじゃん。ニコが一番好きなんだけど。めっちゃ可愛かった。あのツインテール下ろした時の美少女感やばかった。いや可愛い。可愛い。でもニコはね顔じゃないんだよ。いやあれキャラだよね。そう。いや王道アイドルであれすごいよ、ね。もうニキに入ったら多分もっと好きになると思う。あ本当？見てほしいよ。早く見ないと。えじゃあ今日はちょっと見ようかな。あ見てよ。だってもうちょっとでもないか。まだ半分ぐらいか。今そうだ。次が7か今7かちょっと忘れちゃったんだけど。うんうんうん、そうだ。明日ちょっと朝が遅くなったから。見てほしい。今日見るわ。3話は見よう。で10話まで見る今日目標。見て。10話まで見るわ。今日10話まで見る。私今ねリゼロ見てる。あなんかさリゼロ見た方がいいって言われたんだよね私も。結構みんな言うよね。今やってるアニメ？昔の今？でも今あれやってるよね。やってるよね。
しいクールのがやってる。あ、そういうことか。そうそうそう、なんか配信で言う、ラブライブの話をしてたら、うんうんうん、リゼロ見たって来たから人気だよね。そう言われて、なんか違う人にも言われたからああと思って、うん、でも全然全く何の知識もないタイトルしか分かんないどんなアニメだと思う？え、多分機関銃が出てくると思うえ、出てこない出てこない。いや、もうからの機関銃が出てて、多分青髪のロングの女の子が多分主人公だなあ、まあまあまあ主人公って、まあまあまあそんな感じの子は出てくる。え、めっちゃでっかい機関銃絶対持ってるで、なんかちょっとエイリアンチックな敵を倒す。エイリアン倒すの？うん、だからちょっと宇宙外生命体みたいなのが出てきて、あ、すごいじゃん違う違うすごい、ね、そんな感じ。だから地球を救うみたいな感じ、その子が。違う？そうだよ。でしょ、だからそんな感じ、リゼロって。そうそう、合ってるちなみにヒロアカは？いや、そう、ヒロアカは？ヒロアカは？じゃあどんな話だと思う？あれでしょ、ヒーローアカデミアンだっけなんだっけアカデミアンって何え、違うの、なんか、え、ヒーローたちの村じゃなくて違うの今私村だよ、村でしょ、村なんか、え、ヒーローたちが、多分ごっつい男たちがいたもんね、二人出てたもん、神田明神にいたもんね、二人ね。あれごつかったよね、あれ確か。なんかあんま覚えてないけど、なんかジョジョみたいな感じの絵じゃなかった、あれなんかだからヒーローたちがなんかスタンドみたいなの使うんじゃない？スタンド？あのジョジョでいうスタンドみたいなさわかる？アジンみたいな、アジンも出てくるじゃん、スタンドみたいなヒーローとなんかペアリングがいて戦うんじゃないの？そうそうそうだよそんな感じ。ヒーローアカデミアンアカデミアン超面白いんだけど私脚本でも書こうかな、アニメの。え、この人何すると思う？じゃあヒーローアカデミアンの。あ、ちょっとこれイケメン枠でちょっとナルシストじゃないこいつでこれは、あ、でもちょっとナルシストだけどめっちゃ食べるよきっとこの人。大食いキャラ、あやみんちゃんなんかあのイメージ、この顔からするイメージはめっちゃ、ちょアニメの描写だとバー食べてすごいワンシーンお腹膨れるんだけど次のシーンシューってなってるみたいな感じのイメージ、ね、感じのイメージ。その人顔、それは私ネイルに描いてんの。そうだよそれティスの推しだから。そうだよなんだっけこれ、待って響きシュートだっけ、なんだっけ合ってる合ってる、なんだっけ、合ってるよ。3文字だったよね確か。響きシュートだよ。響きシュート誰だよ。なんだっけ、忘れちゃった名前超面白いんだけど響きシュートだよ。なんかそんな、なんだ、ちょっと待って惜しいよね。でもなんだっけあのコンビニで見たじゃんこの間。コンビニで見た、あのお風呂屋さんでクッションあってさ、なんか3文字だよね漢字、なんだけどんな感じだったっけでも惜しいよ、いいよそれ。響きシュートだよみたいな、そう、そんな感じ。響きシュート、ティスの推しあ、違う、ティスの、それが彼氏だよね。そうで、割れ妻善一が旦那だから知ってる、すごいよね、2人とも全然読み方違うちょっと惜しいんだけどね。そうだよ、割れ妻善一すごいよ、超面白いと思う天才だよね。いや、なんかちょっとアニメは最近のさ、子供たちの名前もさ、その現実世界でアニメじゃなくてキラキラネームって言われるじゃん。読めない子多くない？すごいと思う。だからなんか黄色いクマって書いてプーさんとか、やばいや、なんかさすごい。でもさ、その世代の子たちが大人になったらさ、みんなそういう子がいっぱい多分いるわけじゃない、多分その時代に。だから多分あんま浮かないんだろうね。多分だけど。じゃあ私天使って書いてエンジェルって読ますわ。あ、そう、いっぱいいるんだよ、悪魔ちゃんとかさ天使ちゃんとかエンジェルちゃんとか いるんでしょ。エンジェルちゃんやばいな。あとピカチュウって聞いたことあるよ。ピカチュウ、ピカチュウやばいね。ピカチュウどうやって書くか分かんないけどピカチュウって子がいるみたいなすごいよねいやすごいよ。でも確かに私もはるかでよかったわ。そうだね、私もあやみでよかったわだから昔あやみって名前超嫌いで、私なんでいいじゃん。なんかさ若干昭和チックじゃない、わかる、なんかわかんないんだけど、うん、あやみがでも若干昭和違うほら名前のまんまみたいなね。だから小学生の時はすごい嫌いだった自分の名前が。うーん、あの漢字も、名前も本名のままなんだけど、あやみって
なんかいつからそれこそ芸能やりだしてからあやみって名前が好きになったかもしれない、すごいいいと思うけどね。本当に、うん、だ見るっていう字がやっぱ珍しいってすごい言われて、うん、確かに美しいとか多いじゃんね。そうそうそう、稔とかじゃないから。そうだね、だからそれはある。芸能やりだしてあやみって名前がすごい良かったなと思ったけど、うんうん、ずっと嫌だった。それはあるよね、やりだして多分自分の名前好きになるみたいな、うん、すごい嫌だったもん。だから私めっちゃ好きだもん、エンタ。エンタめっちゃいいよね。エンタマジ変えたくない。エンタいいと思う、ね、エンタマジで、うん、一生エンタ。結婚する時も婿養子で取ればいいんだよ。でもずっと言ってる。それがいいと思う。いやてかもう良くない別姓でみたいな、うんうん、なんかこだわりがさ、ね、そんな強くないからさ、うんうんうん、まあ、でも 今でもそういう人も多いんじゃない、別姓の人。別姓まだないですよね。ダメだよね。あ、ダメなんだ。なんかあ、うん、私はいいと思うんだけどね。うんうんうん、うん。ちなみになんか全然話違うんだけど、うちのお父さんずっと政治家になりたいって昔言ってて、うん、なんか政治家になったら、俺が総理大臣だったら日本を一夫多妻制にするってずっと言ってて、だからなんか政治家がそう言ってずっと言ってんの、未だに言ってるんだけど、日本は一夫多妻制にするべきだってめっちゃ言ってるんだけど、まあ、自分が多分したいだけなんだけどさ。だからなんか政治家さんとかさ、そういう人がさ、そういうのでさ、なんかね、苗字とかもさ、結構わかんない。それこそ同性婚がさ、だんだん今ね、うんうん、地域によってオッケーになったりとかさ、だ、ね、からまあその結婚に関してもさ、なんかいろいろ変わってきそうだけど ね、まあ、同性婚もね、全然ね、うん、まあいいと思うんだけどね。そうだね、なんか差別がなくなってきたから最近は、うん、ね、私は性別は関係ないと思う。うん、本当に思う、うん、ね、人間だしみんな、うん、そうそうそう、うん、ね、それはそう。そう。で、あと5分だってめっちゃ早くない？みんなアニメの話してたからだよ。なんだっけ？名前忘れちゃった。響きショート？あ、ショート、ショート、ショート。当たり当たり。ショート、ショート。お、ショートだよね。響きショートだ。当たり当たり。ショートだよね。うん、そうだ、ショートってしたわ。惜しいじゃん。ショートじゃなかった。シュートでしょ？あ、シュートか。もう分かるし。なんとなく覚えてるから。なんとなく覚えられるのすごいよね。うん、大体天才だよ。でも覚えるの早いよね、あやみ。本当に。本当？早い。ダンスもそうだし、セリフも早い。嬉しい、うん、でも間違えて覚えちゃうんだけどね。あれ津田善一とか真由子とかさ。めっちゃウケるわ。でも炭治郎は覚えた。最初は龍門炭治郎って言ってたんだけど、ひどいよね。しかも炭治郎ってキャラクターの名前だと思ってなかったからさ。焼肉屋さんどこの焼肉屋さんって思ってたからさ。でしかも知らなかった、真由子と兄弟っての。あ、見たらさ、一覧表でさ、車の中でこれなんて読むのみたいなのやったんだよ。これみんなでね。そうそうそう。その時に初めて、お、名字一緒じゃんと思って、真由子と。それで兄弟たち、まだ見る前でそれが。あ、早く見てほしい。今日見てよ。え、ちょっと待って、今日ラブライブだからな。今日ラブライブ10話まで見て、元気だったら。え、1話でも見て。そうだね。じゃあ3話までは残り15分ぐらいだから。うん、そうして、そうして、そうしてほしい。じゃあ、10話と5話目指すね。ラブライブ10話の。え、30秒？嘘でしょ？びっくりした。びっくりした。そうだよ。え、ちょっとエコハリのさ、はいはい、告知もしようよ。あ、しましょう。今週もあるよ。土日があります。今週土日です。まずね、ちょっと土曜日ですね。五反田 G5 さんで。昼だ。うん、お昼です。14時過ぎの、出番なんですけど、うんうん、あれですよね、マジカルコネクションさんがもう発表になったんですけど、あ、そっかそっか、マジコネさん主催なんですけど、マジコネさんの主催なのにマジコネさんがちょっと、いない、珍しいライブなんで、皆さんでね、盛り上げましょう。ね、マジコネさんの分まで。で、鳥の1個前になりました、だから、私たちが。こうなるね、うん、で出番自体は時間が変わらないで、物販の時間がちょっと前倒しになるみたいなんで、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ね、五反田 G5 です、はい、あと日曜日が2本ライブがあって、お昼が代官山ルーキさん。時間長いんだよね、お昼がね。お昼が長いです。あとね、スリーマンなんだよね。そう、スリーマンライブにね、こんな新人のアイドルをね、この間の池袋で一緒だった方と、の主催さんで今度出るんですけど、うん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 、スリーマンでちょっと特典会がオンライン、初めての試みで。そうなんだよ、オンライン。そう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 、そう、これ配信見てる人もぜひね、えオンラインよろしくお願いします。そうです、オンライン特典会、足を運ばないで地方でも、そう、どこにでもいてもオンライン特典会に参加できますんで、お願いしますよ皆さん。ぜひお願いします。全部15枠各ありますので、メンバーありますんで、完売目指してますので、ぜひお願いしますとしか言いようがない。誰も一人一枠
枠なんて言ってないんで、マジ購入制限かけてないから、かけてませんで、あの全員15枠買ってもいいんです、1人が15枠あの買い占めて1時間話してもらっても、そうしたら私が営業さんから怒られないから、うん、大丈夫です、お願いします、よろしくお願いします、私が怒られない、あ実際 P 圧かけられてますはい、これ勝ちですなんでね、あの今回だからライブに足を運べない人もぜひ、あの衣装のね、あのチェキ、チェキというかあの落書きの、そうなんかオンラインで写真撮って それをなんかメッセージ書いて送ったりとかできるみたいなんで、初めての試みで、それこそコロナになってね、うん、やる多分新しい試みなんで、みんなも一緒に楽しんでくれたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします、はい、で夜がメイドリーミンさんだね、そうメイドリーミンさんコラボのコースターとかね、そうです、でドリンクを頼むとコースターついてきたりとか、うん、コラボメニュー頼むとブロマイドが、つくんですけど、クオリティがめちゃくちゃいいのよ、やばい、コンプリートぜひ目指してください、ぜひよろしくお願いします、でもブロマイド多分コンプリートできないんだけどね、そう7個食べたら、オムライス7個食べたら7人分ゲットできるから、よろしくお願いします終わっちゃうよ、ね、ということで来月はちょっと私が不在なんですけど、はい、よろしくお願いします、はい、9月の24日の木曜日ですね、はい、9時から10時の1時間になります、はい、まあ、来月ゲストとかも決まり次第、うん、またお知らせしますので、はい、その次の月はあやみん帰ってくると思いますので、はい、10月いますんで、ぜひよろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございました。